はい、こんにちは、こんばんは、てるです。今回はですね、僕は最近、電子書籍をメインに読んでいるんですけど、そんな電子書籍にはですね、本の読み放題サービスっていうものがございまして、まあ、その中でも今回はですね、Kindle Unlimited っていうものをね、実際今僕、1ヶ月ほどね、使用してみたので、そちらについての感想、良いところ、悪いところなんかもいろいろ話していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい。ということで、まず、Kindle Unlimited とはっていうところなんですけど、Amazon の電子書籍の読み放題サービスのことでございます。はい。このサービスはですね、月額で980円、税込みで980円で利用することができます。場所が12万冊以上、要所120万冊以上の電子書籍が読み放題になりますよという定額の読み放題サービスとなっております。はい。で、この数だけ見るとね、圧倒的な数は保有しております。はい。いろんなね、電子書籍の読み放題サービスっていうものがあるかなと思うんですけど、そんな中でも、取り扱ってる本の数だけ見ると、Kindle Unlimited は、まあ、頭2つ3つぐらい抜けてるぐらい圧倒的な数がありますね。はい。でですけど、こと、ライトノベルや漫画だけに関して言いますと、多分そこまで多くはないと思います。はい。で、今回僕はライトノベルメインに話していくんですけど、ライトノベルだけで見ますと、そう多いものでもありませんね。はい。ライトノベルの読み放題サービスでやっぱ一番って言われたらどこだって言われたらやっぱりブックウォーカーのラノベの読み放題サービスが挙げられるかなと思うんですけど、で僕は実際ブックウォーカーの読み放題サービスと Kindle Unlimited の読み放題サービス両方を使ってみましたので、ちょっとね違いなんかもね割とあったので、それについても話していこうかなと思いますね。はい。ということで、まず今ずっと画面出てたかなと思うんですけど、これは実際その Kindle Unlimited 読めるライトノベルの、まあ、一覧というか、一応上から順にね、バーッと流しているところなんですけど、例えばこの一番上にある本好きの下克上をね、ここに着目して話していこうと思うんですけど、まず本好きの下克上っていう本がですね、まあ、読み放題に入っていますよと。で、ブックウォーカーの方も見たときに、実はですね、ブックウォーカーの方だと本好きの下克上っていうのは読み放題に入っていないんですよね。はい。読み放題に一応入ってるんですけど、これコミックス、コミカライゾーの方の第1巻かなが一応読み放題に入っていますというところで、もうちょっと詳しく見てみたら、本好きの下克上の第1巻はですね、今ブックウォーカーだと、その読み放題サービスに入っていなくても0円で読めますよという状態になっています。はい。で、Kindle Unlimited の方だと、結構、何冊も1巻から何冊も読めるんですよね。第1部の1巻とか、第3部1巻、第2部1巻、第1部の2巻、第1部の3巻、第4部の1巻とか、結構たくさんね、読めるんですよ。はい。で、単純に、読み放題に入っているライトノベルのラインナップは単純にかなり異なりますね。はい。で、僕がですね、まず Kindle Unlimited を読み始めようと思った、きっかけなんですけど、読み放題の中に読みたかった本がちょうど入っていたんですよね。はい。まあ、それっていうのが、このね、デッドエンドリローデッドっていう本があるんですけど、これがですね、Kindle Unlimited の読み放題サービスに入っていたので、このね、サービスに登録したんですよね。はい。で、これをですね、この本を発売日に買おうと思ったんですよね。発売したのが確か3月の頭かなと思うんですけど、3月の頭にね、Amazon で買おうと思って、ちょっと見に行ったらですね、ちょうど Kindle Unlimited に入ってるよと。Kindle Unlimited ってなんだと思っていろいろ調べて結局ね、登録してみたんですけど、で、というように発売日から最新刊が読み放題サービスに入っているっていうものが実はあるんですよね。はい。で、それの主がこの HJ 文庫がね、調べたところ結構たくさん入ってるんですよ。はい。今 HJ 文庫に絞って表示してるんですけど、もう今月4月の1日かな、HJ 文庫の新刊で発売されたばっかりの新作なんかももう読み放題サービスで読めるんですよ。はい。例えばこの矛盾が神を殺すまれとか、イレギュラーの訳あり学園生活とか、これ今月もう何日か前に発売されたばかりなんですけど、もう Kindle Unlimited に入っていれば、これ0円で読み放題になりますよということになっておりまして、ここら辺の新刊なんかはブックウォーカーの読み放題だと読めないんですよね。はい。ブックウォーカーのちょっとね、発売日順でね、読み放題サービスに入ってる本で調べてみたんですけど、一番新しいのでも、2019年の10月にあったのが一番新しかったですね。はい。ということで、根本的に取り扱ってる本がだいぶ異なりますね。はい。で、ことね、HJ 文庫の新冊だけで見ると、もう一冊ね、ライトノベルなんて税込みで700円くらいするので、
それ一冊ね、読み放題に入ってる本で読みたかったら、もうこれ Kindle Unlimited に登録した方が早いんですよね。てか安上がりで済むので、はい、割とお勧めしたいんですけど、僕はですね、もうここら辺の HJ 文庫の新刊なんか読みたくてね、買おうつもりだったので、これなら読み放題に入った方が圧倒的に安いんですよね。はい。この2冊、ちょっぴりアバメントデッド&リローデッドを買うだけで、もう1400円ぐらいするので、そう考えた時に月額908円なら、もうね、もうこれでもう元取れるのでね、はい。しかも発売されたばかりの新刊ということで、まあ、そう考えるといいですよね。はい。ということでね、割と最近僕この矛盾が神を殺すまでってやつ読んだんですけど、まあ、これなんかをね、気になっている方は割といるかなと思うんですけど、まあこの Kindle Unlimited と今入ればね、読み放題でもうすでに読めるのでね、新作ですけど、まあ、そういうところで言いますとね、HJ 文庫の新作だけ読みたいよっていう方はかなりこの Kindle Unlimited はいいと思います。はい。で、こうずらーっと見ていくんですけど、HJ 文庫の新刊ですね、新作か。新作はもう発売された日にもう Kindle Unlimited で読めるようになってるんですよ。この上の2冊なんかは4月、この間発売されたばかりの新作。で、この2冊ぐらいは、先月の新作。で、ここら辺はさらにもう先月ぐらい。で、ここら辺はもう先月ぐらいとか、そんな感じで、ほぼほぼ読めるんですよね、新作って。HJ 文庫に限って言うと。どういうことになってるかよくわかんないんですけど、そう読めるようになってました。まあ、他にもですね、この GA 文庫の僕がこの間ね、レビュー動画上げた、この竜と祭礼とかも割と今年になってから発売されたものなんですけど、読み放題に入っていたりとか、この引きこもり吸血鬼とかね、ここら辺とかも読み放題に入ってるんですよね、新しめの本とかも。はい。ということで割とね、結構実はね、月数冊ですけど、新しい本っていうのは、最速で読み放題に入っているものなんかも、この Kindle Unlimited だと中にはあります。はい。そんな感じで、発売されたばかりの本も、読み放題サービスで読める時もね、Kindle Unlimited だとあるので、まあ、そういうところは、結構良かったですね。HJ 文庫は多分ね、ほぼほぼ確実に毎月ね、新作発売された日にね、もう Kindle Unlimited だと読み放題に入ってたりするので、そこら辺は僕はいいかなと思いました。はい、HJ 文庫結構読むのでね、はい。というところでございます。今ね、読み放題サービスの本をね、一覧バーッと流してるんですけど、結構いろいろ数ありますね。うん。やっぱり第1巻とか第2巻とかね、その始まりのところが読み放題サービスに入ってるよっていうのはかなり多いんですけど、まあ、そんなところも含めましてもね、まあ数的には、まあ、ぼちぼちありますかね。はい。LINE 文庫なんかも、実は結構、Kindle Unlimited だと読み放題に入ってたりします。はい。向こうからとほぼないというか、LINE 文庫取り扱ってたかなとか、うろ覚えだったんですけど、まあ、実はかなりのね、差がありますので、ちょっとチェックしてもらいたいかなと思いました。はい。やっぱ月額980円ということで、若干ね、ブックオーカーと比べても、ブックオーカー708円かなとかだったと思うので、若干高かったりするんですけど、まあ、ラノベ一冊読むことを考えれば、まあ、十分元取れるものだと思うので、まあ、というところで僕が Kindle Unlimited とラノベ読みの観点から見て、良かったなと思うところは、ごく、ごく限られたところなんですけど、割と新しめの本も読めるよというところですね。1ヶ月だけ Kindle Unlimited に登録して、それだけ読む、それで解約1ヶ月やめるというのも割とありかなと思いました。はい。他にもね、まあいろいろ数はあります。はい。ブックオーカーの、ね、読み放題サービスと どっちがいいかなとはちょっとこうつけがたいんですよね。やっぱり登録されてる本の数が変わったりとか、ラインナップも全く変わってくるので、そこら辺はね、個人で見比べてね、どちらがいいかを選択してもらいたいんですけど、まあ、僕はね、新しいのは結構なので、HJ 文庫の新作がね、すぐ読めるというところは、かなりいいかなと思いました。はい。で、たまにね、他の文庫のね、新しいものもすぐ読めたりとかもするので、そこらはかなりお得じゃないかなと思いました。はい。で、この Kindle Unlimited なんですけど、ちょっとね、めんどくさいなと思ったところがありまして、それがですね、これ10冊までダウンロードすることができるんですよね。はい。限度が10冊っていうよりかは、まあ、月のね、読み放題の数的には無制限なんですけど、一度にまとめてダウンロードして取っておくことができるのが10冊までっていう制限があるんですよね。はい。ですので、10冊、ダウンロードしたよという状態で、11冊目を、ダウンロードしようかなと思った時にはですね、1冊、その10冊今持ってる中から1冊をね、登録解除みたいなことをしてダウンロードから外す必要があるんですよね。はい。ですので、まあ、読みたい時に読みたい本をまとめて取っておくことができないっていうデメリットありました。はい。
まあ一冊読んだら、まあそれを、読むのをね、まあレンタルを終了して、まあ他のまた一冊を借りるよと。で、またやめて、もう一冊借りるよみたいな感じで、いう形だったのがちょっとめんどくさかったですね。はい。僕まとめてね、一覧バーッと見て、まとめて読みたい本全部ね、取っとこうかなと思ったんですけど、まあそういうことができなかったので、それはちょっとめんどくさいところありました。はい。まあ、それぐらいですかね。うん。まあ、他の目立った、デメリットなんかはそんなになかったかなと思ったので、はい。読み放題としてはなかなかいいものだと思いました。はい。ことライトノベルに関して言いましても、最初言った通り、H.J. 文庫の新作が読みたいよと。うん。で、たまにね、他のね、文庫の新作なんかもね、入っていたりとか、まあ、文庫に限らず単行本なんかも新作入ってたりするので、そこら辺はね、毎月のラインナップをしっかりチェックしとかないと、なかなか言いづらいところなんですけど、まあ、かなりね、ブックウォーカーのラインナップと比べても違うものが、多々ありますので、まあ、そこら辺はね、要ね、こと細かく、皆さんの方で比べてもらいたいかなと思いました。はい。毎月でね、本当にラインナップっていうのは結構変わってきていますので、はい。というところでございました。で、最後にですね、Kindle Unlimited 利用上のお話なんですけど、最初に登録した月はですね、30日間無料です。はい。お金はかかりませんので、ぜひ気になった方は、一回ね、登録してみることをお勧めしたいかなと思っております。はい。それからですね、今キャンペーン中で、Kindle Unlimited はね、どういう条件か忘れちゃったんですけど、まあ、3ヶ月間は、非常に安く登録できます。3ヶ月で、確か290円とか300円ぐらいの値段で3ヶ月間利用することができるので、はい、結構ね、長い期間の間、安めの値段でね、登録というか利用することができるので、現在はね、お勧めしております。はい。僕はですね、最初の30日間無料で利用しまして、現在、利用期間を延長している状態なんですけど、その延長をですね、そのキャンペーンで延長することができましたので、プラス3ヶ月間300円ぐらいの値段で読み放題サービスが継続して利用できるということで、これから使っていきたいなと思っております。はい。このキャンペーンがいつまでやるかはちょっとわからないので、まあ、ぜひともね、利用しようかなと思っている方はね、まあ、この動画見てね、利用考えようかなとも少しでも思った方は、ちょっとね、早めの利用をお勧めしたいかなと思っておりますので、よろしくお願いします。というところで、はい。今回、Kindle Unlimited を使ってみて、ラノベの観点から見たときに、まあ、いい点悪い点なんか話してみました。はい。というところでございました。まあ、ぜひともね、まあ、電子書籍、まあ、今ね、まあ、家からなかなか出られないかなという方もたくさんいると思いますので、まあ、電子書籍で読むっていうのも一つの手じゃないかなと思っておりますので、この Kindle Unlimited を少しね、おすすめというか、はい、内容について話させていただきましたというところで、今回は動画以上になります。ありがとうございました。